どうも、菅大地です。本日は栃木県にあります、那須サンライトゴルフクラブにお邪魔しております。今日は私と、こちら。瀬田遥です。ひなです。はい、どうもおなじみ。瀬戸ちゃん。もう、夕方です。5時前ということで、朝の気合を思い出して、ちょっとこれから回るという体で、目標の方。はい。ちょっと今、スイングを直しているので、それができるように、コースで頑張っていきたいと思います。合ってますか？合ってます。何も間違ってないです。集中力を切らさないようにすることでしたよね。そうですね。ちゃんと数を出したいなっていうゴルフをしたいと思ってたはずでした。思ってたはずでした。朝はね、はい、朝はね、まあ、この辺のなぜこうなったのかということをぜひご覧いただければと思います。私は昨日84回打ちましたんで、若干ちょっとメンタル死んでるんですけども、その辺も注目していただければと思います。400ヤードきっとドライバーでいいんでしょう。もう左、右に池がありますね。左ぶちかまします。よろしくお願いします。お願いします。おお、超まっすぐ。朝一からいいショット打てましたね。内緒です。おはようございます。332ヤード。だいぶ右向き気味です、瀬戸ちゃん。それは結構左に最近、あ、なるほど、作戦ということですね。息まで届かないのであれば、ちょっとだけ右を。完璧。もうグリーンとボールの緑が重なっちゃってるからね。全然わからん。ひなちゃん、頑張れ。さあ、娘登場。娘おお、ナイス。素晴らしい。キレを増してる。いやいやいや、ヘッドスピード速いんですけど。娘たちのキレが増してます。オッケー、150ヤードやりましたね、これは。これやってます。はい、111番で9番。わあ、シャンク、やばい、シャンク。朝からとんでもねえもの見てるな。野球でもファーリーをガチで言う、なかなかですよね。111、はい、48です。おお、ちょい右手前。うん、ナイスです。痛い。トップ痛いわ。あ、すげえ。ミラクルが起きて。あ、大丈夫。おいおいおいお。うん、ナイスオン。やばい、死にますか？大丈夫。ちょっとオフしそうです。ちょっとオフです。さあ、女子2名ティーショットこそいいスタートでしたが、バタついております。登れ。おっと、おお、いいラインですが、ちょっと弱い。バーディーパット、ほんのりフックです。うわ、重たいっす。うん、ナイスパーです。ナイスパーです。カラスが襲撃してます。行ってきます。助けてきます。おお、ナイスタッチ。強っ。激しい。いや、オッケー。
しいね。オッケー。あれを、いや、まあ、ゴルフのひなちゃん作戦として大事なのは、はい、近づく近づく近づく終わるな基本は。近づく近づく。今ひなちゃんがやったのは近づく遠ざかる近づく近づく遠ざかる遠ざかる近づくみたいな、そういうゴルフやってると一生終わらなくなっちゃうから、はい、これはちょっとカツですね。はい、カツ。433ヤード。結構ここはミドルが長い。もう右サイド。うん、左キック。よし。はい、268ヤードです。はあ、ナイスショット。パワフルですね。進みました。ありがとうございます。おー、はい、ナイス。ナイショ。ティーショットはもう抜群。180ヤード。はい、180ヤード。6番。6番アイアン。ほう、いい感じ。グリーンセンターラインです。だいぶ弱いと思います。おー、乗ってる乗ってる。乗った。うん。よし。はいよ、まだ160ヤードぐらいあります。ほう、ナイス。います、います。あー、ユーティリティでいきます。123ヤードか。123ユーティリティ。おー、ナイスナイス。うん、バンカーじゃなさそう。60ヤード S です。お、方向いいですよ。お、超えた。奥です。はい、奥です。オッケーオッケー、いい感じの振り幅。ナイストップナイストップ。いけ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 。おー、上出来上出来。あそこから2パック。はい、頑張りました。朝一だからとにかく事故らず、まず乗せて2パットでいいと。ナイスナイスナイス。おー、これは OK ですね、瀬戸ちゃん。 ありがとうございます。打ちましょう、練習で。はい、うん、うん、今のはやっぱりね、パターかウェッジかの2択で、結果はパターンが寄ったんじゃないっていう。そう思います、うん、ありがとうございます。寄せる入れるでいきたい。うーん、2段グリーンというかかなりうねってます。ナイス。寄せる気なかったですよね、今のひな。いや、いいね、いいね。OK です。うん、529ヤードのパー5です。落ち着いていきましょう。バンカーの左。おお、ちょっと左キックしましたが。やばそうですね。414ヤードのロング。内緒。おお、完璧。完璧です、ドライバー。やばいやばい。左の景色が怖かった。うん。うん、ナイス。オッケー。いいね、ひなちゃん。コース内にちゃんと打てるね。240ヤードです。はい、240ヤード。アンペナです。3打目。おー、いいライン。
乗りまーす。そしてなんかあそこフックラインですごく寄っていきます。おー、なんか結果バーディーチャンスです。完璧。スタートホールから完全に修正できてるね。180ぐらいね、まだね。OK。ああ、入ったな。刻みました。さあ、今日もうね、だいぶこの距離さっきも練習したみたいな。もうナイストップじゃない、ひなちゃんこれ。カップの真上を通過していきました。でもね、ちょっと構え的にはもうちょっとハンドファーストにして、で、あと左膝こ曲げてちょっと重心こう落として、そう左膝こっちか、そこを左膝曲げることでこう、すくわないように下に触れるようにする、こう、あ、こっちに向かって、そうちょっと下に振る、どんどん上から入れていきたい。もうバンカー上手くなったんですよ、わー、ナイスアウトです。出せました。まだちょっとね、無理やり感はあるけど、あの、上手になってる。うまい。よし。よし、じゃあ。おぶね。すいません。そう。まあ、これからちょっとずつやっぱ余裕が生まれたの。はい。お、うまい。うまい。おお、ナイス。ナイス。ありがとうございます。ナイス2だね。でもワンペナでパーなんで、150ヤードのショートです。はい、上空は右から雲が流れてます。でも今はこっちに風は感じるんで、こういう時はイクムさんの言う間違えた時に安全な方っていうと右からの風だと思った方がいい。薄いな、これ。GO ですか？ ZX5 の力を見せてくれ。全然いってます。ありがとうございます。あ、しかもすごい夜。あ、こんだけ当たり悪くて飛んでくれるのはクラブのおかげです。さあ、レディースティーから90ヤードです。バンケー超えた。超えてる。おー、ナイス。ナイス。よし、転がるんでは乗った。ナイスオン。よかったです。ピッチング、ちょっと右狙いたいですね。お、いい当たりだけど、セーフ。いいとこ上がって下りです。ひなちゃん、いいよ。悪くない。2パット圏内。全然下んないんだね。うん。なんかすごい気持ち悪いだ、このグリーン。ちょっと右だったな。ラインには乗ってましたね。昨日から一回も入ってないんですけど、このバーディーパット、バーディーが一個もないですから。入ったー。取れた。ナイスパー。やったー。ナイスー。やったー、一緒に取れた。嬉しい。さっきひな裏切ったから。411ヤードです。今こう流れがいい方向に傾きかけてるじゃないですか。ワンペナしてパー取ってバーディーチャンスいて、よし、こっからだみたいな気合い入れると失敗するっていうのは過去の経験なので、
こう本当に流れが来るまでまだこう気合い入れちゃいけないっていう偉そうに語っております。完璧です。ありがとうございます。もうちょっとだ。はい、262ヤードです。熱い当たりが左へ。力みました。力んじゃった。やばいやばい。もうなんか当たってない割にはこうすごい飛んでるって感じ、うん、148。はい、148ヤードです。9番で、はい、奥に行きたく。カットしきれず。心臓弱い。126でした。オッケー、126ヤードユーティリティでいきます。はい、おお、左バンカー。ボス。入りました。130。おお、ナイス。ええとこや、ええとこ。バンカーに使っております。おお、ナイスナイスナイス。いけ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 。あー、惜しかった。そっちじゃない。でもナイスアウト。はい、ありがとうございます。なんか段があって登ったとこにあります。同じ段に来たら最高ですけどね。登れ登れ。ひなちゃんに近づいていきます。おー、いいライン。あー、弱いんだ。登れ。あ、危ない危ない危ない。あ、私と同じような登りながら曲がっていく難しいラインです。いいです、いいラインを打ち出しました。おー、大地さんより上手。入った。いい刺激をもらってます、ひなちゃんから。わあ。切れてます。切れてました。442ヤードのミドルです。いちいちミドルが長い。完璧。ありがとうございます。大丈夫、大丈夫です。うん、317ヤード。おお、ナイス。おお、ちょい右、突き抜けないで。頑張れ。あ、ギリギリセーフ。ギリギリ、危ない。ウッドで出すだけです。そんな。ぶっ飛ばした。一回登山させて、下らせる作戦。おお、ちょうどいいよ。止まったし、めっちゃ止まったし、途中で。4打目、135ヤード、ユーティリティでいきます。おお、ナイスナイスナイス。はい、ちょっと目つちします。130ぐらい。130。はい、ピッチングで。ピッチング。センター方向。うまっ。
しかったやばい打ち方うまっ40ヤード P ではい上りのフックライン。耐えろ。切れる。ミス。おお、いい転がり。うまい頑張ったナイスナイスさあトップで寄せてきたここまでそれだけ弱く打ったらあのヨロヨロして曲がっちゃうねスイちゃん怖くて打てませんでした難しかったはい